はい、こんにちは、ケイスケです。谷村です。今回はですね、ワールドファーストのアップデートについて話していきます。で、アップデートの内容としては、国内資金移動システムの導入ですね。今まではペイパルからワールドファーストの海外口座に送金して、そこからあなたが登録している、例えばソニー銀行とか国内の口座に出金するという流れだったと思うんですけれども、ワールドファーストが日本国内に専用口座を用意したことによって、国内での資金移動が可能となったんですね。なので、このアップデートによって、海外から送金を受け取る際に非指向け手数料がかかる銀行でも、国内間での資金移動なので手数料がかからなくなりますし、そもそも外国からの送金を受け取ることができない銀行もワールドファーストの受け取り口座として登録使えるようになります。で、国内間での資金移動なので、着金までの期間ですね、期間も最短1営業日まで短縮できるようになったというところがメリットですね。そうですね。例えばゆうちょ銀行とかジャパンネット銀行とか、あとは地方銀行ですよね。そういった銀行も資金移動できるようになりますので、そういった銀行をメインで利用されている方は、直接その銀行に入金できるようになりますので、とても便利になりますよね。そうですね。なので、アップデートなんでメリットしかないんですけど、で、こちらはですね、以前から僕の担当のワールドファーストの営業さんから、こういったアップデートですね、国内資金移動のアップデートも実装予定ですと聞いていたんですが、今回ですね、実装完了しましたと連絡が来たので、ちょっとね、詳細はこれからあなたに共有していきますね。で、国内資金移動システムを利用するメリットは、先ほど話した内容になるんですけれども、実際に導入する際の手順は、後ほど説明しようと思うんですが、今まで海外からの送金という形だったために、谷間さんとか確か実際トラブルというか、結構面倒なことになってしまった時とかありましたよね。そうですね、ありましたね。去年の10月頃なんですけど、ワールドファーストからソニー銀行へ、結構まとまった資金を移動しようとしたんですよね。金額で言うと900万円くらいだったんですけども、その900万円を一気にソニー銀行の方に移動させたら、ソニー銀行の方から審査が入ってしまったんですよね。ソニー銀行の方からは、移動する資金の原資は何なのかを、証明する書類ですね、書類の提出を求められて、書類に関しては eBay のインボイスであったり、ペイパルの取引履歴や、あと会社の登記簿謄本などを、提出したんですよ。で、結局、審査は通らなかったんですね。で、900万円が、ワールドファーストにまた戻されてしまったっていう形になったんですよ。これはどうしようかなっていうことで、ワールドファーストの方に相談したら、どうやら2019年後半くらいから、日本の銀行が海外からの資金移動への審査を厳しくしていったみたいなんですよ。僕みたいに高額な資金移動の場合は、銀行からの審査が入る可能性が高いって、その担当の方に言われてしまいまして、その担当の方に対応を相談したら、資金を何回かに分けて送金してみましょうって言われまして、結果的に300万円を3回に分けて、送金したんですけども、そうしたらソニー銀行から審査が入らずに、資金移動ができたっていう感じでしたね。なので結局、その900万円の資金移動が、全て完了するまでに大体2ヶ月ぐらいかかったんですよ。結局2週間くらいはかかったんですね。その書類の準備とかも大変だったし、あと税理士さんの方にも相談したり、他の銀行とかにも、入金できる銀行ないかなっていうのを問い合わせたりして、本当大変でしたね。で、僕の場合はですね、その時日本の別の口座に、ある程度資金を入れておいたので、それを切り崩してなんとか2ヶ月間はしのいだんですけど、あの時日本の別の口座に資金を入れてなかったら、本当やばかったですね。そうですね。そういった大きい金額を一気に移動させると、そういうトラブルも起きてくるんで、こうね、それタイミングによっては大ごとになりかねないですよね。資金をそうパですンクしね。ちゃったりっていうことにもなってくると思うんで。そうですね。で、この国内資金移動システムを実際に導入する際の手順なんですけれども、すでに実装済みなので、もしかしたらですね、ワールドファーストへ移動させている金額が大きい方は、すでに案内メールが来ているかもしれないんですけど、僕のその担当の営業さんと話し合ってですね、あなたとワールドファーストの連携をちょっと円滑にできないかなっていうことで話し合って、僕が窓口になるという感じで行こうということになったんですね。で、手順としてはですね、まず僕の LINE 宛に、ワールドファーストとカタカナでメッセージを送ってください。そしたらですね、すぐにワールドファーストへ登録しているメールアドレスと顧客参照番号を入力するフォームが届きますので、そちらに入力して送信していただければ、国内資金移動システムを担当している部署にあなたの、ワールドファーストの情報が飛ぶようになります。で、顧客参照番号っていうのは、今この画面に映しているワールドファーストにログインした時、画面の右上に表示されているこのお客様参照番号ですね。こちらとワールドファーストに登録しているメールアドレスを入力してください。で、その後はワールドファーストの手続きが済み次第、国内資金移動システム移行についてのメールがあなたに届きますので、そちらから申請していただいて、システム移行完了という流れになります。で、システム移行についてのメールは、だいたい1週間ぐらいで届くと、送られるということです。
で、まあ、そこから申請していただくという形になるんですけれども、ただ実際にですね、この国内資金移動システムは申請してすぐに使える形というわけではなくて、随時移行していくという形になるので、まあ、何ヶ月もかかるということはないんですが、まあ、1ヶ月くらいは様子を見てみてください。一応営業さんはですね、僕経由で申し込みいただいた方優先で移行を進めていただけるということなので、まあ、とりあえずはですね、早めに申請しておいてください。で、最後にですね、この国内資金移動システムを利用するための条件の部分なんですが、ワールドファーストに資金があるという1点だけです。で、金額に関しては何ドル以上とかそういった金額の条件はないので、まあ、極端に言うと1ドルでも資金がワールドファーストにあれば大丈夫です。まあ、これはですね、ちゃんとワールドファーストを利用している人なのかどうか、っていうのをですね、まあ、最低限確認するために、まあ、こういった条件をつけてるみたいですね。はい、という感じです。で、再度申請方法についてなんですけれども、先ほど言ったように僕の LINE 宛にワールドファーストとカタカナでメッセージを送ってください。ワールドファーストっていう文字以外の文章、例えばワールドファーストお願いしますとかっていうメッセージだと、フォームがですね、うまくあなたに届かないので、カタカナでワールドファーストとだけ LINE にメッセージをお願いします。で、僕の LINE アットの情報はですね、この動画の概要欄に記載しておきます。あとですね、ワールドファーストの登録方法だったり基本的な使い方は、今画面に映してるこちらの動画ですね、動画2本で説明しています。なので、まだ登録していない方は、こちらの動画を参考に登録を進めていってください。で、一応補足としてですね、この動画は2017年に出したものなので、動画内で説明しているレートの部分とかはですね、現在と異なっていて、今はさらにレート、為替手数料は、この2017年時点よりも安くなってます。まあ、ペーパルの手数料変更とかがあった件で、ワールドファーストもさらに手数料を安くしたという感じですね。で、その為替手数料を安くする優遇レートを受ける際は、特別リンクから申し込んでいただく必要があるので、そちらのリンクもですね、動画の概要欄と、まあ、コメント欄にも貼っておきます。まあ、一応この過去の動画にも貼ってはいるんですけどね、この部分ですね。まあ、一応営業さんと交渉してですね、一番安い優遇レートを提供いただいてますので、そのリンクから申し込んでいただければ、まあ、一番お得にね、ワールドファーストを使える形になります。で、あと、まあ、そうですね、今年中に eBay でね、マネージドペイメントが実装される予定なんですけれども、そうなった時のこともちょっとワールドファーストの担当営業さんに聞いたりしてるんですが、マネージドペイメントが実装された後もですね、しっかり eBay ユーザーが使えて手数料の面を抑えられるような対策を練っているようなんで、まあ、とりあえずですね、登録を進めておいてください。では今回の動画は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。